こんにちは、井田翔吾と申します。読書セラピストとして本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。また本を語る人とつながるをテーマに、札幌ゼロ読書会の主催や人間学を学ぶ月刊誌である父の読書会である北海道父若獅子の会の世話人をしています。今回紹介する本は樺沢紫苑さんのブレインメンタル強化大全という一冊になります。こちらはサンクチュアリ出版から出版されています。精神科医である著者が脳と精神の整え方を教えてくれます。また樺沢さんですね、YouTube でも発信をされていますので、そちらの方でも気軽に、そういった知識を楽しむことができます。インターネットをはじめとするテクノロジーがですね、どんなに進歩しても、人間の人類のですね、歴史のからして、ほんの一瞬でしかなくてですね、まだまだそういったテクノロジーの進化に対して人間の脳っていうのは、対応できていないのかなというふうに思っております。またですね、脳と心をしっかりと整えていくことが日常のパフォーマンスのアップにもつながっていきます。それこそ今は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、生活が大きく変化していますが、基本的にそのやるべき大事なことっていうのは、昔から変わっていないんだなっていうような印象を受けました。研究によってですね、新たに分かるということはもちろんありますので、今の生活に対して無理なく上手に取り組むことができたらいいのかなというふうに思っております。私は札幌に住んでますので、冬場でなかなか、朝雪が降ってたら外出るのが億劫になったりとかはするんですけれども、この方でも結構朝の散歩をおすすめされてましたので、少しずつできる日からゆっくりと積極的に取り組めていけたらいいのかなというふうに思っております。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回も楽しみにしていてください。井田翔吾でした。